モカ太郎の動画。こんにちは、モカ太郎です。やっちゃったよねえ、やっちゃったよ。ちょっとこれ聞いてください。私がいつも使ってる GH4 これね、ちょっとさ、これ電源オフにするわ、怖いから。 GH4 乗せてる三脚、この三脚使ってるんだけど、これね、GH4 の重みでよくね、三脚の足がパタ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 動いちゃうんだよね。動いてて、何回か GH4 をこうガタンってなりそうになってた時が何回かあったのよ。 PC の上にね、こうやって置いてたらガタンってなっちゃったで、慌てて拾ってさ、傷ついたかどうか見たんだけど、これちょっと見て、これ傷ついちゃった。いや、レンズのところわかるかい？これカバーレンズだから、カバー交換すればどうにかなるんだけど、ほら、ひび入っちゃってるね。あー、何やってんだろう、私。これカバー交換すれば治るかな。すごいショック。ホコリかと思って拭いたんだけどね、完全に傷だわ、これ。やっちゃったよ、ほら。白く。ピンってなってるよね。カメラ好きの人にとってはものすごく怒られるようなことをしてるよ、私は。申し訳ない。ごめんなさい。でも、もう落ちたから、今後も落とすんだよ、きっと。今後も何かで落とすから、PC の上に乗せても安定する三脚。よかったら皆さん、知ってたら教えてください。私もちょっと今考えます。あー、申し訳ない。GH4。ごめんなさい、皆さん。すいません、傷つけちゃいました。ああ。